マーストリヒト条約は、欧州連合の創設を定めた条約。1991年12月9日、欧州諸共同体加盟国間での協議がまとまり、1992年2月7日、調印、1993年11月1日に、ドロール委員会の下で発行した。協議は、通貨統合と政治統合の分野について行われた。 本条約の正式名称は欧州連合条約であり、その後の条約で修正が加えられた。条約名は調印された、オランダのマーストリヒトにちなむ。付帯議定書では単一通貨ユーロの創設と三つの柱構造の導入が規定された。共通外交、安全保障政策は欧州政治協力に基づくものであるが、 本条約で欧州連合の柱構造に取り入れられ、さらにその枠組みは拡大された。司法、内務協力は、警察機関、刑事司法、民事事件や難民、移民問題についての協力について扱われる分野であった。その後、アムステルダム条約によって、司法、内務協力から難民、移民問題などを欧州共同体の柱に移管し、 残った分野について、警察、刑事司法協力に改められた。この三つの柱構造は、リスボン条約の発行により廃止された。元来、欧州経済共同体は主に経済や社会、通商に関する機関であった。欧州委員会や欧州司法裁判所は共に、その構成員が、加盟国政府によって任命されるものではあるが、業務については、各国政府から独立しており、 欧州諸共同体の枠組み内においては多くの権限が与えられていた。また、欧州議会は欧州諸共同体加盟国に居住する市民の直接選挙で選ばれているが、同様にある程度の独立した権限を有していた。各国政府は閣僚折り次会において強大な権限を保持していたが、1980年代半ば以降、評決にあたっては特定多数決方式を 採用しており、およそ71%の事案が特定多数、方式で評決されていた。欧州のこのようなシステムを共同体の秩序、あるいは超国家制と言われ、欧州経済共同体の初期間は加盟国政府の権限行使による直接的なコントロールは受けず、その一方で加盟国政府は EC 初期間が反対する決定を多数決によって強制することができるものである。 以前より、欧州諸共同体には、外交政策や軍事、刑事分野についても関与することが望まれていた。しかし、加盟国の多くはこれらの分野に、欧州諸共同体のメカニズムで携わるのは、慎重であるべきだとしており、またこのような分野については、欧州諸共同体の執行機関よりも、各国政府の方に強い権限を保持させておかなければ、ならないと考えていた。 すなわち、彫刻家的に扱うのではなく、あくまで政府間協議の下で判断されるべきというものである。その一方で一部には、これまで欧州経済共同体の枠組みで扱われてきた、経済分野に関する初期間の彫刻家的で、独立した権限が脅かされると警戒した加盟国もあった。このような流れの中で、従来の EC の経済分野に関する権限とは、 分離しておく狙いで、欧州共同体の柱に、外交、軍事分野の柱と、刑事司法分野の柱を並立させて、三本柱構造を構築したのである。また、マーストリヒト条約では、オンブズマン制度を新設した。批准過程において、マーストリヒト条約は三カ国で困難に直面した。まず、デンマークは1992年6月2日に、 国民投票を実施し、およそ5万秒差で批准を拒否する結果となった。この結果の影響はフランスにおける国民投票にも波及し、51.05%が賛成票を投じ、僅差で反対票を上回り批准にこぎつけた。その後デンマークについて、4つの例外条項を設けたエディンバラ議定書を伏すことで、1993年5月18日に、 批准することができた。このほかイギリスでは、庶民委員において、マース・トリヒト条約の社会政策条項に関する、オプトアウトを、野党、労働党や自由民主党が反対、また与党、保守党内でも、条約自体に会議的な議員が反対に回るなどして、批准が否決された。保守党内の庶民委員の増半議員の数は半数を超えるものであり、これによって、ジョン・メイジャー政権は、 議会の信任を失った。当時の英国首相、ジョン・メイジャーは、マーストリヒト条約の社会政策条項に反対していた。メイジャーが市場原理主義を支持しており、政府による介入、規制を嫌っていたからである。メイジャーは、社会条項が企業のコストを上げるとし、英国は社会政策条項からオプトアウトするべきと考えていた。反 EU 派の保守党議員も、 社会政策条項を嫌っていたがそれ以上にマーストリヒト条約を嫌っていた。それら反 EU の保守党議員らはもし彼らが社会政策条項をメージャーに飲ませればメージャーがマーストリヒト条約を拒絶もしくはその批准を遅らせるだろうと考えていた。ありがとうございます。